AAB アナウンサーの千良真由子です。私の元気の源は出演前に必ずするメイクです。私はアナウンサーメイクで明日へスイッチ。それでは夕方のニュース取れたてに出演するためのメイクをしていきます。じゃじゃん、テレビ映画用のハイビジョン対応ファンデーションです。そのぐらいの量ですかね。舞台とかバレエとか演劇の世界でテカリを抑えるために使われてる。これ藤森優香ちゃんがいいって言ってたので使ってます。一番難しい。本日の衣装に着替えました。こんばんはってやった時に晴れてこない。よし、おとなしくしていてくれ。ある程度の年齢になったらこうパキッとした顔色が綺麗に見える綺麗な色をつけるようになりました。これで私のアナウンサーメイクの完成です。メイクをすると仕事スイッチが入ります。これでスタジオに入るとよしやるぞという気持ちになれるので、メイクはもう私にとって大事なスイッチですね。しながら気分が上がっていくし、メイクをしながらどういうふうな表情で伝えよう、どういう声で伝えようかなとか考えながらメイクをして本番に向けて気持ちをぐーっと入れていく、そんな大事なものになっています。